ゲイリー・ローレンス・フランシオンはアメリカ合衆国の法律学者。ラッドガーズ・スクール・オブ・ロー・ヌールク大学の法律教授でニコラス・カッツェンバック哲学と法律の研究者。フランシオンは動物の権利の理論の草分け的存在として知られていて、動物の権利をアメリカの法律大学で初めて学術的に協議したことでも知られている。彼は 以下の三つの問題に集中する動物の所有物としてのステータス、動物の権利と動物の福祉の違いについてこの動物の権利の理論では、資覚、意識のある動物を対象としそれぞれの動物の特性や特徴ゆえでの差別はしないフランシオンは動物の権利、廃止論のアボリショニスト。セオリー・オブ・アニマル・ライツ・パイオニアであり、 従来の作詞への規制法アニマルウェルフェアでは、理論的にも、実際的にも、動物への待遇向上の効果は聞かれないとし、逆に消費者が、心理的に動物を使用しやすくしてまう、逆効果になると指摘する。彼は非人間主イコール動物の必要な権利は、ただ一つしかない。それは、人間の所有物や物にならない権利のことだと、議論する。 そしてシロ論的アプローチの道徳のベースラインは、ビーガニズムすべての動物使用の拒絶をすることから始まると述べ、動物の権利は、非暴力的な権利活動イコールビーガニズムの実践と教育で達成できるはずだという。ありがとうございます。